こんばんは。日曜日の夜20時になりました。北欧暮らしの道具店がお届けするエッセイラジオのお時間です。一日を無事に終えてほっと一息つきたいときに、明日からを思いながら眠りにつく前の BGM 代わりに、そんな願いを込めたこのラジオ番組は、20時のお疲れ様をテーマに、当店のメールマガジンで配信してきた様々な書き手の皆さんによるエッセイを声でお届けするものです。さて、今夜お読みするエッセイの書き手は、新しい日常料理藤原主催の藤原直さんです。読み手は北欧暮らしの道具店のスタッフ鈴木がお送りします。愛の交換、藤原直。もし料理の仕事についていなかったら、女の人をきれいにしたり力づけたりする仕事に就きたかった。それは自分の中の自尊感情というものが低かったからだと思う。料理を作る人にご飯を美味しく作れるようになってほしいと思って仕事をしているのも、それが自己肯定感の近くにあると思うから。自分の作った料理に OK を出せるようになることと、そのままの自分を美しいと思うことは、どこか近いことのような気がする。美しいとまでは思えなくても、せめて悪くないなと思って生きていきたいものだ。私は幼い頃から綺麗なものが大好きだったけれど、料理の仕事を始めてからは、おしゃれをすることも綺麗になろうとすることも完全に捨てていた。捨てたどころか、そんな願望すら泣き物として扱い、酷使した感がある。これにはすごく反省をして、仕事がなんとか軌道に乗ってきた頃に、その部分を回復させるのに必死になった。ファッション誌などでお仕事をさせていただくことも多かったので、きちんとしないとねなんて言いながら、自分のうちには大きな危機感があって、仕事と同じくらいかそれ以上に至極真剣に取り組んだ。今までひどく扱っていた自分のことを急に大事に思えるなんてことはないと思うけど、身につけるもの、毎日触れるものが教えてくれることもある。あなたは大切に扱われるべき存在だと。ふわふわした素材や女性らしい形、淡い色にレースやフリル、そういうものを避けて生きてきたのに、今は素直に好きと言えるようになった。うんと若い頃のように、そういうものを身につけた自分を過剰だと思わなくなったのもある。年齢を重ねるのもいいことだなと思う。私は洋服が大好きなのだけれど、それはパターンは平面なのに、衣服が人の体に沿って立体になるときに、作る人それぞれの人間への愛が可視化されるようで、そのことに毎回感動するから。それが見たくて、つい試着をしてしまって、クローゼットの中身を増やしてしまう。いいのだ、その感動をずっと覚えておきたいから。愛のあるもの、それを作る人や会社にお金を払いたい。それを生み出す環境がずっと続いてほしいから、そこに投資するという意味でお金を払いたいと思う。私が私を大切にすること、その上で自分を本当に大切にしてくれる
物やサービスを厳しい目で選んでいく。その積み重ねで世界は変わるのではないかと信じている。今夜のエッセイ、いかがでしたでしょうか。気持ちがほどけたり、明日から始まる一週間のささやかな糧となったら嬉しいです。このエッセイラジオは、すでに好評いただいている人気ラジオ、チャポンと行こうと同じように、北欧暮らしの道具店のサイトやアプリに加え、ポッドキャストやスポティファイ、YouTube でも配信をしています。また、今夜お届けしたエッセイはテキストでもお楽しみいただけます。北欧暮らしの道具店のサイトやアプリでエッセイラジオと検索してみてくださいね。エッセイを声だけでなく文章で読むことで二度お楽しみいただけますよ。同じ記事の後半にあるフォームからご感想もお待ちしております。それでは、今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回はどなたが書いたどんなエッセイをお読みしましょうか。どうぞ楽しみにしていてください。今週も一週間お疲れ様でした。明日からもきっといい日になりますように。おやすみなさい。